桶狭間より東に向ける貴様は天狗だったんだ。何か思っておるのじゃ。もしもにござりまする、兄上がまこと先の世がお見えになる方ならよかったのにと夢物語を思い描いたのです。先の世、それは何故じゃ。苦しいからにござります。苦しい。一には今の世が明るい先が待っているなら兄上の口からそれを聞きとうございました。申し上げます、織田の家が今まずお考えになるべきは、美濃をお攻めになること自体よりまず美濃を落とし天に入れたのち、いかにしてその後周りから迫る織田家の攻撃に耐えるかにございましょう。そのようなことは分かっておる。よって何じゃ。どうせ美濃に隣接する上に織田軍が京の都に登るためには通り道となる。お前最低じゃ。最低ではない。好きなマブが他人の嫁になったるじゃん。嫁の目の前で好きな女子がどうたらって言ってるのを最低だって言ってんだよ。うるせえ。ぐるつきねえ。殿、泣いている場合ではござりません。今日だけ、今日だけじゃ。その今日にでも織田家が変わろうとしております。しっかりしろ秀吉。はい、呼び捨て。